はい、休日を捧げようツモローズです。はい、バレンタインが近づいてきておりますが、なんかありますか、バレンタインの思い出みたいな。特にないこれね。なんかいきなり寂しいことを聞いてしまったみたいで。ねえ、ザキさんどうですか、バレンタインの思い出。いや、もうひたすらおかんと音も違う。寂しいね。寂しい。まあそうでしょう、あなたはね。はい、佐藤さん何かありますか。もうほんとね、大変ですよ。大変です。もうカバンを大きめの持って行って、なんだトラックまで、もうトラックもチャーターして、ね、よくジャニーズのね、ジャニーズ事務所で本当にトラックが来たみたいなね、あのトシちゃんとかの時ですよ。あ、タノキントリオの世代です、ね、それそこまでじゃないそこまでじゃない、そこまでじゃない。誰、ジャニーズだったら誰だったんですか。光源氏です。ああ、光源氏だ、はい、光源氏です。光源氏だ。そうです、そうです。諸星くんだ。いや違います、宇宙美くんです。あ、宇宙美くんだ。まあ男子は男子であれ困っちゃうよね、あのバレンタインで。あ、なるほどね。あのドキドキもするしよね。でもらってなんかね、もらってこうありがとうっていう感じもなんか微妙な感じですよね、あれね。なくせばいいとも思わないし、なくせばいいとも思わないし、なくせばいいと。どうしようかね。ちょっと本当、ちょっと僕が決めたように本当してもらうっていうことにして。そう、それがいいと思います。何の権限がある。よし、じゃあ、はい、これバレンタインキスっていう。バレンうんです。バレンタインキスっていうタイトルなんですね。みたいですね。よし。です。じゃあ行きましょうか。じゃあ、バレンタインキスっていう曲を聴いてください。ワン、またねー。